すがレーシングカー。土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーです、はい、今回は、はい、今回はですねシビックタイプ R FK8 でございます。いいですね、はい、1個前のやつだね、うん、そうですね、うん、ご紹介してくださるのはホンダ車を専門としたアフターパーツメーカーのスプーンの城本さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これちょっと説明してくださいまずそれ持ってるパネルをはいじゃん。快適さを目指したレーシングカ ー, おー、はい、これどういうことですか。あのレーシングカーってあまり快適性を優先しないと思うんです ね, そうですね。なんですけどこの車ってアメリカで、やったサンダーヒル25時間耐久レースっていうレースに出た車なんです、うん、でやっぱり25時間も走るにはあまりにもピーキーなセットアップだと疲れちゃいますもんね、うん、疲れちゃうんですね、うん、なので耐久レースの車こそあのリラックスして運転できるっていうことが求められると思うんです、うん、まあ、そういうことを目指して作ったのがこのレーシングカーです。正しいですね。うん、確かにさもうねあんまり辛い思いしてるとこのねテクニックの方にもね響いちゃいますもんね、うん、そうです、うん、実際土屋さんも出たんですよね。あの新型で、あ 新型ね、新型でサンダーフィルの25時間出ましたよ、はい、いやこっちで改めてね車を紹介してください、はい、まずエアロだよね、うん、エアロね、はい、うん、はい、まずはエアロ、はい、パッと見がもういやもうなんかバンパー変わってますね。スプーンオリジナルのエアロです、はい、うん、うん、冷却性能が、この車課題なので、うん、なるべくこう大きな開口部を作るためにもうノーマルバンパーでは限界があったので、うん、もう冷やすためにはもうバンパーを変えるしかないということで、うん、それで作ってます。だから、まあ、見た目をどうこうしたいというよりはとにかくこの車の性能を引き出してあげるためのバンパーがこのバンパーです。スピードってどれくらい出るんですか。ストレートいけば、うん、250とか出ますけど、うんうん、でもどうしてもサーキットで の, あの話なの で,、まあ、うで、あのどうしても1コーナーになったらフルブレーキですよね、うん、だからそういう意味ではなかなかハイスピードまではいかないんです。そうするとなるべく大きな口を開けて冷やしてあげる努力をしないとオーバーヒートしてしまって、うん、いくら冬でもやっぱり熱量が多いんで大変なんです、うんうん、で中はこれ中はもうドンガラですよ。もう完全なレーシングカーですよ、ね、あ本当だ、うん、うわすごいなこれ。わこれってさドライバー、ね、これガソリンの、あそれガソリン、うん、ガソリンのね、これ軽いんだよね。これは少し軽くなってますね、うん、でアメリカの街中を普通に走ってるシビックをドンガラにし て,、うん、してそれで安全装備のロールケージってこういうパイプですね、うん、はい、こういうのを組んであげる。であとは消火器を積んだり、うん、大きな燃料タンクを積んだり、だから実は見た目はこんな見た目ですけど、うん、街乗りの車がベースになってる車です。なるほど。ガソリンタンクは100リッター、80です。あ80、うん、ちゃんとあそこにねテプラで安全運転しましょうって貼ってあるんですよ、はい、何が安全運転だレーシングカーだっつの。さっき言われてたね、ほらなんかリラックスっていうか、うん、ね、快適に走れるって言われましたよね、はい、どの辺なんですか具体的に。それはサスペンションセットアップですね。あとはパワーの出し方、うん、高回転まで回さないとパワーが出ないと、うん、一生懸命レッドゾーンまで引っ張らないと走れない、うん、だけど、中低速からもうトルクが出てるとあまりその回転を意識しないで、うん、アクセルを踏んでいける、うん、あとはサスペンションも、なるべくタイヤがこう伸びる、うん、ノーマルの車みたいにジャッキアップした時にタイヤがぐーっと下まで伸びるようになると簡単にスピンしにくくなるんです。ああそうなんだ。だからスピンしにくいってことは、まあ、突然雨が降ってきたり、あとは突然何かが目の前を車をパッと横切っても、うん、パッとハンドル切ってもスピンしなかったりすると、うん、安心して走れる、うんうん、一周のほんのわずかなタイムアップをするよりも25時間後に無傷でチェッカーを受けられるっていうことが一番大事なので。なるほど、大事なポイントですね、はい、これドアを変えてるんですか。これカーボンです、うん、軽いもんね。軽いね、これもね、これ全部変えてるね、はい、うん、エンジンはどうなんですか。これはエンジンはノーマルです。あ、エンジンはノーマルなんだ、はい、
あ、それはもう決まってるんですか？レギュレーションで、あの上げてもいいんですよ、パワーを、うんうん、パワーを上げるとどん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 制約が出てきて、うん、今度はもっともっとパワーを上げるとコンペテターが例えばポルシェの GT3 になってみたり、うん、そうするとさすがに純レーシングカーと、うん、あのレーシングカーとして設計された車と勝てないよね、あのバトルするにはノーマルの車がベースなので難しいので、うん、やっぱそこはコントロールしてます、うん、これは試乗するんですか今から？これはそうです、今から走行チェックということで土屋さんに乗っていただこうと思います、はいはい、了解です、お願いします、はい、よろしくお願いします。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さすがレーシングカー。ちょっとさあ、まずね、最初にズバリね聞きたいんですけど、何10点満点で何点でしたか？これ10点でしょう。10点、完成度高 い満点、よかったですね。完成度が高いね。もうさ、っていうか ね、この車実はアメリカの三大ヒルでワークスやっつけちゃってる。優勝しました。優勝してるの。すごい。優勝したのはこの車。はい、でもホンダもホンダでワークスが出てんだよ。
ホンダ USA 勝ってんだ。勝ってた。はあら、何が勝った理由なんですか。快適だよ。あ、でも本当にそこが一番なんですよ。あの耐久レースは本当にあの速く走る必要はなくて、しかもドライバーが何人もいる、うん、ってなると、みんなが快適に走れることっていうのが、まあ、気がついたら最後は、うん、いいところにいるっていう。なるほど。そういう考え方ってもしかしたらアメリカの人たちもてないかもかんないね。なるほど。もうなんか力ずくでさ、みたいな。そうそうそう、ほらね。いやでもね、乗りやすい。何、どれが一番いいですか。あのね、以前さ、ヒロキの車も乗ったでしょ。はいはいはい。あんな感じでフロントがビュンビュンこう曲がるの、よく曲がる。だからもう FF の特性のあーっていうアンダーがない。うん、うん、まあ、だからその25時間戦うために快適に乗りやすくしてんだろうなっていう感じ。ほんと乗りやすい。なんかフルブレーキングするとリアがロックしてドリシャみたいな。おー、よかったですね。よかった。どうでしょうか今のね、10点満点。いやでも本当に良かったです。まあ、目指してる方向っていうのが、うん、ちゃんと、まあ、分かってもらえるっていうのも嬉しいですし、うん、まあ、その方向が間違えてないんだなっていうのが。これからさらにどういうふうに進化させていくんですか。まあ、今僕らは現行型のシビックタイプ R で国内のレースも出てるんですけれども、うん、まあ、とにかくこの乗りやすさっていうのをなぜ追求してるかっていうと、僕らはアフターパーツメーカーとして一般の方に、楽しくなるものを提供する。その中で尖ってるものではなくて、うん、運転してる方が自然と笑顔になるような、うんうん、そういう部品を作るには、ね、まずは安心して踏める、うん、それを極限の状態で試すっていうことが僕らのレースの目的なので、ね、そのための、まあ、実験用の車ですね。だから本当いつまでも新しい何かアイデアが出たら、じゃあこれにちょっとそういうの試してみようっていうための車なので。あとね、デフの聞かせ方がうまい。デフの、もうだからそのホンダ専門店なわけよ、スプーンって、うんうん、で普通デフはねバッキンバッキン言うの、うん、で大体アクセルをオフにするとアンダーになる、うん、この車のもうニュートラルステア。へえ。だからデフのイニシャルがうまいんだよね。なるほど。もうなんかもうね、もう左側の人もしたからね今ね。ね、はい、というわけで以上、はい、辛口愛車チェックのコーナーでした。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね。本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド